はいどうも、一回死んだ男の言いたい放題チャンネルということで、どうもよろしくお願いします。7月10日が、選挙ということで、今日が6月30日、もうあと10日ぐらいっていうところですね。もう日本全国をですね、ゴレンジャーと呼ばれるですね、ボードメンバーの5人がもうすごい、もう毎日のようにですね、あちこち駆け巡っていただいて、この間は神谷宗平さんがですね来ていただいて、たくさん日曜日ですね、すごい人たちの観衆をもう集まっていただいて、講演を演説を聞いたということで、すごい大反響。もうね、参政党現象って呼ばれるようなもう現象が巻き起こってるっていうところですね。で、次また、来られます。次はですね、松田学さんがですね、7月1日も明日になるんですけども、これは大阪に来られるということで、今もう一番熱い、もうこう演説をされるんじゃないかな。最初ちょっと松田さんって何を言ってるかわからへんみたいな話をよくちらほら聞いて、僕もそうなんかなとか思ってたんですけど、最近はもう言葉に力が入って、ものすごいパワーをこう放ってるって思われるような方ですね。もともと官僚であって政治家もされていて、本当にその日本を何とかしなければいけないっていう思いがですね、すごい強い方だったろうなと、思います。その方がですね、今度1日に来られるんですけど、僕は結構ここで一緒に勉強、メーリングリストとか LINE グループとかでちょっと勉強させてもらってたりとか、意見交換とかするんですけど、そこでよく言われるのが、参政党はそのすごい、その神谷さんね、吉野さん、吉林はすごい分かりやすいと、神谷さんはそういう政治的なこととか、もう歴史的なこととかすごく分かりやすく話してもらえて納得できると。で、吉野さんももちろんお医者さんなんで、医療とか食の健康とかすごくそういうところでもう絶対分かりやすいと、納得できるんだというお話をお伺いしてるんですけど、ただ松田さんのその MMP って、松田学プランとかですね、ブロックチェーンとかこう出てきて、もう全く今まであんまり関わりがなかったようなことですね。経済とか、そのもっと大きなですね、マクロの部分からの話をこうされるんで、よくわからないっていうところで質問されることがあるんですけど、僕もその質問されても、その自分自身もそんなに勉強できてないんです、人に伝えることができないということなんですけど、今回はもうめったにないね、こうやって1日JR の茨城駅とか、あとは梅田のヨドバシカメラ前とか、あとは安倍のでもまた来られて話いただくんで、もうめったにない機会なんで、質問時間も絶対あると思うんで、その時間をぜひとも有効に使っていただいて、で、一番質問できそうなのが、やっぱり個人演説会のこの夜にやってるやつですね。7時から9時かなにやってる東成区の区民センターですね。っていうところですね。詳しくはリンク貼っとくので、そこでちょっとチェックしてもらえたらと思うんですけども、今回は無料のこう演説会になってますので、ぜひですね、参加しやすいのかなとも思いますので、もうそこで今まで演説を聞いたけど、わからなかったっていうところですね。そういう部分でぜひ質問していただいて、納得していただくと。ね、
直接こうやって質問する時間って多分ほとんどないと思うんで、それはもう貴重な時間になるんじゃないかなと思いますんで、ぜひこの時間を有効に使っていただければなと、思います。はい、ということで今日はですね、7月1日に、松田学さんが来られて1日公演していただけるというところの、まあ、お知らせっていうか、になります。で、7月3日は吉野さん、吉林が来られると、いうことなんで、これもぜひお楽しみにしていただければなと思います。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではさよなら、ありがとうございました。